はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今月号のアレンジメントは筋を入れたアレンジメントを紹介いたします。筋はね、結構こう強烈な色が多いので、まあその色に合わせたね、花材をどのように選択していくのかが、ポイントになっていくんであろうと思います。ではですね、早速ね、花材紹介からいってみましょう。ではどうぞ。はい、では花材紹介からいきましょう。まず最初にこちらがツツジですね。はい、次にこちらがツインキャンドル。手まりそうです。こちらアストランジャーですね。こちらが八重のトルコキキョウです。でこちらがレッドウィローです。はい、では早速アレンジメントを始めていきましょう。まずはこちらのツツジですね。こちらから入れていきます。このツツジのね、流れをよく見ておいてください。こうツインのオアシスで来てますから、こちらの左の向かって左のオアシスからフォームですね、吸水性フォームから右に流れるように、右側の吸水性フォームから左に流れるような感じで刺していきます。はい、では次にですね、この手まり草をアレンジメントに刺していきましょう。はい、この手まり草がアレンジメントに入りました。手まり草はですね、まあこのフォームのファンデーションワークの役割も果たしております。はい、では次にですね、このパープルの八重のトルコキキョウとこのアストランジャーですね、これをアレンジに入れていきましょう。はい、こちらでアストランジャーとパープルの、八重のパープルのトルコキキョウが入れ終わりました。八重のパープルのトルコキキョウ、このつぼみの使い方、つぼみの配置の仕方なんかもよく覚えておいてくださいね。はい、では次にですね、このツインキャンドルをアレンジに入れていきます。はい、こちらでツインキャンドルが入れ終わりました。このツインキャンドルで動きが出始めているのが分かりますか？はい、では次にですね、このレッドウィローですね、見えますかね、レッドウィローをアレンジメントに入れていきます。はい、こちらレッドウィローが入りました。こちらでこのアレンジは完成になります。このレッドウィローはですね、アクセントラインの効果となります。この中でこのツインキャンドルとレッドウィローがですね、アクセントライン効果が出て、このアレンジメントに動きをつけております。ではこれで今月のアレンジメントを
終了いたします。はい、今月のツジのアレンジメントはいかがだったでしょうか。このね、今回のアレンジメント、アクセントラインが、まあ、ツインキャンドルとレッドイエローと2つ入ってるんですけれども、そのあたりのね、この使い方なんかも、かなりね、アレンジメントの空間を生かしてアレンジをするという意味ではポイントになると思います。そのあたりよく覚えておいてください。それでは今月のアレンジメントをこれで終了したいと思います。そしてこのフラワー TV ではですね、皆様のチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちらをクリックしていただくか、スマートフォンの方は下に、チャンネル登録というボタンがありますので、そちらから、チャンネル登録をお願いいたします。それではですね、また次回お会いしましょう。 See you next time.